YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。音楽クリエイターの池上です。最近の音楽ってどんどん低音の使い方がハイテクになってるんですよね。特に打ち込み系の音楽でサブベースが使われるようになってからは、どのジャンルでもある程度低音が出てないと物足りないって思われるようになっていると思います。まあ、最初からいい低音が出てるような、まあ、キックとかね、まあ、音ネタとかシンセベースとかそういったものがあるんだったら、特にその後無駄に処理する必要はないと思います。でいい低音って人によって結構定義が難しいと思うんですけど、自分的にはですね、まあ、低音が出てるんだけど、まあ、モヤモヤしてなくて、まあ、キレがいいみたいな、出てるのにスッキリしてるみたいな、なんかそういった印象があります。で今回はですね、僕が主にキックとか、まあ、ベースとかに使う低音向けの、プラグインについていくつかね紹介してみたいと思います。まずはこちらを聞いてみてください。じゃあ今回はこちらの曲に低音の処理をしていきたいと思います。でこちらのですね、ドラムの音源なんですけど、これループを使ってます。ちょっとドラムだけ聞いてみると、こんな感じになっています。で、今回はですね、こちらのドラムのまあループなんですけど、ここにプラグインをいくつか入れて、ちょっとね低音をね出していこうかなと思います。はい、じゃあまずはですね、こちらですね、これはねプラグインアライアンスにある BX ブームってやつですね。これはねすごい簡単操作なので、まあ特にキックを上げたいとかキックの処理をしたいっていう人はすごくねおすすめですね。使い方としては、まあここのねキック、もう見た目からして分かりやすいですよね。こういう風に上げていくと低音が上がってって、下げていくと低音が少なくなるみたいな感じですね。ちょっとやってみましょう。こう低音がねドッて出た瞬間にだけ、その瞬間だけブーストするみたいな、なんかそういったね使い方なんですけど、こっちで周波数を変えることもできます。はい、これがやっぱね一番ね簡単かなと思います。はい、お次はですね、同じくプラグインアライアンスにある、BX サブシンセってやつですね。これはねかなり強力な、プラグインで、もう本当設定次第ではもう好きなだけ低音を上げることができます。まあ、ちょっと詳しく見ていくとすごい長い動画になっちゃうので、簡単にいこうと思うんですけど、基本的にはねこの3つで、まあ、どの周波数を低音ブーストするかっていうのを決めて、で最終的にここで、まあ、ウェットとドライを、まあ、決めるみたいなね、なんかそういったイメージのプラグインになってます。こんな感じでですね、低音を上げることができるんですけど、もう一つここのねフィルター、ハイトパンチってところを上げると、めちゃくちゃ低音を上げることができます。
まあこんな感じでですね、とにかく低音をがっつり上げたいんだって人はこの BX サブシンセがおすすめです。次にですね、僕がよく使うのはこの UAD の、リトルラブス VOG ってやつですね。 VOG は、ボイスオブゴッドって確かねどっかに書いてあったんですけど、低音専門の、まあ、EQ というかね、まあ、そういったものですね。でこれはですね、低音の EQ を上げるっていうよりかは低音がなくても低音の周波数を生成するみたいな、なんかそういったタイプのプラグインですね。もともと低音がないと EQ で上げてもこう低音が上がってこないんですよね。まあないものは上げられないんですよ。だけどこういった低音専門のプラグインっていうのはないところにも擬似的にね低音を作ってあげるみたいなことができます。でこのアンプリチュードってところで、まあどれぐらい低音を上げるかっていうのを選んで、このフリークエンシーってところでどれぐらいの周波数を上げ下げするかっていうことを選ぶことができます。で今だとですね、まあ、これ40に赤いマークがついてるんですけど、これが 40Hz をどれだけ上げるかっていう風な設定になってます。ちょっとやってみましょう。で他にもですね、例えば 100Hz 周辺を動かしたいんだったらこっちの100のところをまあつけることができるし、両方にするとまあ200っていう風に変えることができます。まあ、自分は基本的には40にして、まあ周波数いじるっていう感じで使うことが多いですね。このプラグインだけは UAD になっちゃうので、まあ、UAD を使えるような機材を持ってないとこちらのプラグインはちょっと使えないんですけど、 UAD 使ってる方はぜひ試してみてください。はい、で次に紹介するのがリープウィングオーディオのルート1やつですね。リープウィングオーディオのプラグインは結構ね僕は全部持ってますね。全部持ってて結構よく使ってます。でこれはその中でも低音にフォーカスしたプラグインですね。今まで紹介してきたやつに比べると結構さりげなく低音を処理するっていうような感じですね。どっちかっていうとトラックに入れるっていうよりかは、まあ、マスターに入れて、まあ、最終的な低音の処理をするというか、まあ、バランスを取るというかね、そういった趣向のプラグインだと思います。じゃあちょっとねマスターに入れて見てみましょう。でこれもね、簡単に言うと、まあ、10Hz から、まあ、36Hz、まあ、これね周波数選ぶことができるんですけど、まあ、一番低いところ真ん中、まあ、上、まあ、上っつっても全部低音なんですけどね、まあ、周波数選んで、まあ、どれだけ上げるかみたいなことができますね。はい、この一番低いところ多分聞く人の環境によってはね、あの聞こえてないと思うんですけど、結構低いところがね出てますね。これねもう振動みたいな感じになってます。まあ、これがね聞こえないとなると、もしかしたらねモニター環境から見直した方がいいかもしれないですね。で一応ねこのプラグインだとサチュレーションをかけることもできますね。かけるとまあ、こんな感じでね、使うことができます。
はい、今ねマスターに入れたので、ベースもかなりね、ブーストされちゃいましたね。なんで、これはやっぱり全ての音を聞きながら、調整するのがいいと思います。で一応ですねこちらのプリセットに、まあ、ベースとかねドラム用とか、まあ、ギターボーカルあとはね、まあ、マスターとかねこういう風にプリセットがあるので、まあ、これをね選んでから、処理をするっていうのでもいいと思います。まあ、今回は結構わかりやすくマスターに入れてガッて上げちゃいましたけど結構さりげなく使う方が、まあ、このプラグインはいいのかなと思います。で最後がですねこちらですね、マスタリングザミックスのベースルームっていうプラグインですね。これがねちょっとまた面白くて特殊なプラグインなんですけど、これもね、周波数ごとに低音をね上げたり下げたりすることができます。例えばこれ一番上だと320から 160Hz の間をこう上げたり下げたりみたいなね、まあ、前に持ってきたり後ろに持ってったり、まあ、そういうことができるようになってます。でここでね Q を変えるっていうこともできます。であとはね、自分の上げたい周波数を、まあ、上げたり下げたりすれば使えるんですけどこれの面白いところがですねここのプリセットってところを選ぶと、はい、各ジャンルによって、どれぐらい低音を上げるといいよとかここは下げた方がいいよここは上げた方がいいよとか、まあ、そういうのをこうアシストしてくれるんですよね。で今回は、まあ、一応なんかローファイヒップホップ的な感じなのでちょっと試しにヒップホップで、まあ、コンテンポラリーとかねにしてみましょうかね。でこれで曲を流してみるとここのサイドの線みたいなのが今動いたと思うんですけど、まあ、この線のところに合わせると、まあ、このジャンルだとまあかっこよくなるよみたいなのをね、まあ、アシストしてくれると。ちょっと試しにこれ通りにねやってみましょうかね。はい、これで聞いてみましょう。はい、なかなかね面白いですよね。まあ、ただですねこのプリセットの中に自分が今、作ってるそれっぽいジャンルがないみたいなことも結構あるので、まあ、やっぱりこう一番近いものを選ん であくまでこう目安として動かしてみるっていうのがいいのかなと思います。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、低音に特化したプラグインっていうのもたくさんあるので、まあいろいろとね試して、自分にぴったりなものを見つけてみてはいかがでしょうか。はい、でこれらのプラグインを使えば低音を出すっていうことはできるんですよ。ただ大事なのがそれがこういい低音なのか、まあ、自分がイメージしてる低音なのかっていうことなんですよね。その曲に対していい影響を与える低音というか不必要な低音を無駄に上げちゃうとその曲自体がね結構濁ったりとかするのであまりねいい影響を与えないので、見極めながら低音を処理できるといいのかなと思います。はい、この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。今日の動画はここまで。バイバイ。